日本レースクイーン大賞2022、1人目の大賞受賞者はこの方です。小田真美奈さんです。小田さんはスーパーフォーミュラとスーパー GT でリアライズガールズとしてご活躍されました。それではトロフィーの贈呈となります。おめでとうございます。そしてレースクイーン応援マガジンギャルズパラダイスより賞として商品券の贈呈です。おめでとうございます。それでは受賞された感想をお聞きしていきましょう。お願いします。レースクイーン大賞を受賞させていただきました2022リアライズガールズのマミンゴこと小田真美奈です。まずは応援してくれた皆さん本当にありがとうございます。私は去年特別賞をありがたいことに受賞させていただきました。デビュー当時から毎年ファイナリストに残っていながら大賞には届いたことがありませんでした。このトロフィーとこのステージにずっと憧れ続けてきました。今目の前に憧れ続けていた夢のような景色が広がっています。今まで本当に諦めずに頑張り続けてよかったねと過去の自分に伝えてあげたいです。この景色をこれからずっと忘れることはないと思います。でもここまで来れたのは決して私一人の力ではありません。私のファンの皆さんをはじめとするたくさんの方々に協力していただいて今ここに立っています。大親友のおひな、そして大好きなチームのメンバーのみんな、そして友達、そしてそのみんなのファンの方々、そして事務所のマネージャーの皆さん、そしてカホリン、本当に力になってくれた、応援してくれた皆さんに心から感謝します。そして何より私は近藤レーシングとリアライズコーポレーション様、そしてチームの皆さんが大好きです。その大好きな近藤レーシングのリアライズガールとしてレースクイーン大賞を受賞できたことが本当に本当に幸せです。大賞を受賞させていただいたからには今後もモータースポーツ業界を広めていけるお手伝い、そしてレースクイーン業界を盛り上げていけるお手伝いができたら嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。受賞された小田真美奈さんに温かい拍手をお願いいたします。